ジャン・ムーランの記念碑ジャン・ムーランはフランスの政治家、レジスタンス運動の指導者。ジャン・ムーランは自然発生的なフランスの党派心の強い活動家たちの抵抗活動をナチスドイツの侵略に対して結びつけた第二次世界大戦期のフランスにおける抵抗の英雄とされている。ジャン・ムーランはフランス南西部のベジエで生まれた。父親はベジエのコレージュで ラテン語からフランス語と歴史の教師をしていた。彼は1918年に軍に入隊した。第一次世界大戦の後、ムーランは公務員になり、1937年1月、アベロン県の知事に最も若くして就任した。ムーランの政治官は極左だった。1940年6月に彼がゲシュタポに逮捕され、共産主義者の容疑者として拷問された時、 ムーランは自身の喉をかっきることで自殺しようとした。しかし、警備兵は彼を見つけ、その後病院で容態が回復した。1940年11月までには、BC 政府はあらゆる公務から左翼運動家を首にするよう命令したが、容態が回復したムーランは自分自身で辞職した。その時以来、彼は人生をナチスドイツへの抵抗運動に捧げた。 1941年9月に彼はシャルル・ド・ゴールに会うためにロンドンに向かった。1942年1月、組織化された抵抗運動を準備するために彼はフランスへとパラシュートで降下し、スペイン、ポルトガルなど周辺国の抵抗活動とも連携した。彼のコードネームは最大であった。1943年5月。 抵抗活動の全体会議を始めた直後、ムーランは裏切りにあった。同年6月21日、彼はリヨンでクラウス・バルビーによって捕らえられ拷問され、パリ16区のゲシタポ本部に連れて行かれた。間もなくドイツに向かう列車で連行される途中、国境近くのメッツ駅において、1943年7月8日に亡くなった。ジャン・ムーランはベジエで、 歴史教師の息子として1899年6月20日に生まれた。1917年、レーモンポアンカレ大統領の時代、モンペリエ大学の法学部に通い、そしてエロー県公務員として登録される。第一次世界大戦中の1918年に徴兵され、フランス各地を巡ったが、戦闘行動はせずに終戦を迎え、モンペリエで復員した。 1920年、政府の主要な公務員となり、学生組合の副議長を務め、また、共和国青年のメンバーとなる。1922年に、アレクサンドル・ミルラン大統領時代、シャンベリーで、サボワ県感染知事の下の一員として、管理職となる。1925年に、ピエール・コットと出会い、1925年から1930年の間、 アルベル・ビル海艦船知事であった。ガストン・ドゥメルグ大統領時代、フランスで最も若い軍長となる。この間1926年9月にマーガレット・セルッティと結婚するも、1928年に離婚している。1934年にアミアンの県係長、1936年の人民戦線内閣成立後、航空省ピエール・コットの下で、 官房長となる。1930年、シャトーランの軍長であった、彼は、ロマナンの名で新聞に風刺漫画を描いたり、トルリスタン・コルビリエールのイラストレーターとなる。この頃、セントポロロクスやマックス・ジャコブなどと知域になった。1937年に、フランス最年少の県知事となり、1939年に、ウールイコールエイコールロワール県の感染知事となる。 翌1940年、ドイツ軍がフランスに侵攻し、コンピエーヌのモリレトンドで、講和条約締結後、ドイツ占領軍に協力しなかったため拷問を受け、1940年11月に、ビシー政府から休職とされた。1941年10月25日に、ロンドンでシャルル・ド・ゴールと会う。ド・ゴールは1941年11月に、ムーランを、 フランス行政地域における自分の代理都市、1943年2月からは、全土の代表としている。その目的は、一つの大きな組織、レジスタンス国民会議を作ることであった。1942年1月1日の夜、自由フランス軍情報士官のブジュノララはただ一人、サロン・イ・コールド・プロバンス周辺アルピル上空から、パラシュート降下で、フランスに再潜入し、 ジョゼフ・メルシエ偽名のジャン・ムーランに行動を共にする。ジョゼフ・メルシエの偽名で仕事を始めた1942年7月にパリでピエール・ムニエと会い、ムーランは南部非占領地域で活動し、北部占領地域ではアンリ・マネスを代理として活動した。ロベール・シャンベロンやピエール・ムニエはジャン・ムーランの依頼通りに各方面と接触を取り続け、また、 脱獄してきたピエール・ビヨンが占領地域の国民戦線の長となるなど様々な活動を仲間と共に行う。ピエール・ムニエやロベール・シャンベロンと同時期にフランスワホールの補佐を得ていたレミ大佐とそのノートルダム・新都会の地下組織が占領地域での様々な接触を試みてきたり、気流遊撃隊の組織の中にマルセル・プルナンを通じて重要な連絡相手を見つけ、 フランス共産党の中にも味方を見出していた。時に、フランス社会党は、社会党行動委員会を作り上げることによって、地下組織を再編し、共産党は、国民戦線の結成以降も注目に値する、独自の活動を繰り広げていた。ジャン・ムーランがパリに到着したのは、ダニエル・コルディエを、リヨンで、ピエール・ムニエが紹介した日であった。ロベール・シャンベロンとピエール・ムニエは、 ジャン・ムーランの住みをいくつも用意しておき、まず最初に、パリ16区のリュベック通りにある、ジャン・ムーランの女友達の一人の家に行き、ルネ・シャンベロンの家のある、パリ郊外の3番で、防弾通り6番地へ行くことになった。自由フランスのパシーブロソレットのグループは、活動団体や政党には大した信用を、置いていなかった。キリスト教民主同盟からやってきたジョルジュビドーによって、 情報報道局が誕生した。それら活動の結果、BC 政府支配地域において、レジスタンスの有力諸組織を結合した、統一レジスタンス運動を形成した。南部の三大組織である、コンバ、リベラシオン、フランキルールの軍事力を結集して、秘密軍隊を作り上げる。アンリ・フルネやフランス南部地域の活動家たちは、直ちにそれらをもって、 全面的な放棄に持ち込めると考えていた。アメリカ人がアンリ・ジロー将軍を北アフリカに送り出す前に、ジロー将軍と接触を持った人々がいた。アンリ・フルネは、膨大な人員の流入に対処するため、ベヌービールの助けを得て、スイスルートを利用し、ベルヌにあるアメリカの情報組織と交渉に入った。ロベール・シャンベロンとピエール・ムニエは彼らの地下活動の 方法を少しずつ、きめ細かくしていった。ただし、ルネブスケの指揮下にある、ダビット・ケイ氏の特別班によって被った、レジスタンス運動の被害は甚大なものがあった。フランス共産党の同志たちは、メトロの入り口に近い路上や、遠く離れた郊外で接触を進めた。ロベール・シャンベロンは、共産党の同志たちのやり方の真似をして、敗者復活戦を前もって決めておくようにした。 1943年3月にアンリ・マネスが逮捕されたため、ピエール・ムニエは妻とグラン・チュレンヌのホテルから逃げ出さねばならなかった。シモーヌ・ムニエはある共産党指導者の警戒心に打ち勝つことができた。状況の改善により、境界線の通過は少しずつ楽になり、それによって南部地域の指導活動の一部がセーヌ川のほとりに移転された。 秘密部隊や統一レジスタンスのような軍隊式のグループの中で最もしっかりした組織で武器が行き渡っていたのは今場のグループであった。アンリ・フルネは秘密部隊の司令官に任命されなかったためドレストラン将軍と仲互いをしてしまい、ドレストラン将軍の方もアンリ・フルネに気を悪くしてしまった。ピエール・ムニエやジャン・ムーラン等と共にノートルダム・シント会も 共産主義者と接触を始めていた。フランス北部地域では抵抗運動家はフィリップ・ペタンを意識することなく占領者と対決しており、かなり早い段階からドゴール将軍がただ一人の統合者のように思われていた。ピエール・ブロソレットはジャン・ムーランが占めた地位に気を悪くしていた。大体において活動団体は政党とは激しく対立していた。 1943年初頭にはレミはフェルナングルニエを伴ってロンドンを訪れた。ジャン・ムーランはレジスタンスにおいてもそれに引き続く共和国の再建についても政党の役割を有意義なものと判断していた。レジスタンスの活動家はド・ゴールに信頼を置いている人々の側では絶え間なくパリ・ロンドンの間の往復を行い、二郎将軍の権威を認めている人々は パリ・アルジェの間を頻繁に行き来していた。アンリマネスと共にジャン・ムーランがイギリスに向かおうとしていた頃、ジャン・ムーランが考えていたような形での統一組織に反対していた人々がいた。ピエール・ブロソレットは、某日サンジェルマン・大通りとレンヌ通りとの角のリップというカフェの傍らの大きな薬局で、ピエール・ムニエとロベール・シャンベロンと会合を持ったが、不守備に終わった。 1943年3月、アンリ・マネスが逮捕され、ピエール・ムニエが、ジャン・ムーランの筆頭補佐役となった。ジャン・ムーランは1943年3月20日に、ドレストラン将軍とクリスチャン・ピノーと共に、フランスに戻り、ピエール・ムニエの伝言を読んでいた。3月31日にジャン・ムーラン、パシー、ピエール・ブロソレット、エーラル、ピエール・ムニエが、ローム通りに集まり、 ジャン・ムーランは、ブロソレットやパシーラの越権行為を非難した。1943年5月7日、全国抵抗評議会の設立を告げる電報をドゴール将軍に打つ。1943年5月15日、未だ招集されていない CNR の議長の名において、再び電報を打つ。この時、ジャン・ムーランは、ドゴール将軍の二郎将軍に対する、 政治的優位を謳った。CNR に対して好意的でなかった人々は、ジャン・ムーランが CNR の第一回総会前に来たるべき議決とそこで決められるべき決定事項を先取りしたと抗議した。ピエール・ムニエは、ブローニュの森で、ジャン・ムーランと共産党の代表との会談を設定した。レジスタンス全国評議会を組織し、 1943年5月25日に CNR の最初の会合が行われるはずであったが、ルイ・マランと連絡がつかなかったため延期され、1943年5月27日にパリで自由フランスがレジスタンス全国抵抗評議会として結集し、初めて集まった。ロベール・シャンベロンとピエール・ムニエは CNR の第一回総会の設営に携わった。 ピエール・ムニエは16名の参加者を2、3人ずつのグループに分け、数分ずつ間隔を置いて、フール街のそばのメトロの入り口付近に集合させた。ロベール・シャンベロンとピエール・ムニエは会合終了前に、外に出て、帰り道に不審な点がないかを確かめた。ロアレ県の財務部長をしていて、ピエール・コットの官房にいた旧友、ルネ・コルバンは勇敢にも、 自分のアパートを提供してくれた。CNR は16人で構成されていた。ピエール・ムニエは、ジャン・ムーランのロンドン行きやスイスに行くための段取りを考えたりしたが、ジャン・ムーランは、ピエール・ムニエの提案を受け入れず、ドゴールの即時直接行動を取る戦術に同意していた。ジャン・ムーランが、フランス南部地域へ出発する前、シモーヌ・ムニエとピエール・ムニエは、 シモーヌ・ムニエの友人のドブルターニ夫人の家で、ジャン・ムーランと昼食を共にした。ドブルターニ夫人は、パリのデュロンヌ通りに住んでおり、ジャン・ムーランがパリに滞在中に宿を提供してくれていた。この間、ムーランは、ピエール・ムニエと共に、官権の追求を逃れ、パリのメニルモンタン街の肉屋から、レペブリック広場の大ソニンの家へと隠れ家を転々とする。 1943年3月3日パリでアンリ・マネスが警察の罠にはまりゲシュタポに引き渡された。3月15日にはリヨンでレーモン・オブラック、モーリス・クリーゲルバル、セルジュ・ラバネルが一斉検挙の犠牲者となるところであった。4月4日にはジャン・ムーランと共にパラシュート降下したモンジャレがリヨン近辺で捕まった。4月28日にはマルセイユで ジャン・ミュルトンが捕まり、寝返り、シュァンスベルタンを撃った。5月3日、北部解放の指導者で、ファランクスという秘密組織の長でもあった、クリス・チャンピノーが捕まり、強制収容所に送られる前に、リヨンの刑務所に入れられていた。6月4日、リヨンで、アンディ・オーブリがドレストラン将軍と会い、6月7日から6月8日のリヨンパリー寄進会社に、 消したっぽの手先となっているジャン・ミュルトンとドイツ国防軍防衛用部員であるムークが同乗しており、6月9日には秘密軍事組織のシャルル・トゥレストラン将軍がパリ16区のメトロ・ラミュエット駅で逮捕されている。6月10日、クラウス・バルビーはルネ・アルディにずっと尾行がついていること、そして彼の恋人のリディバスティアンが彼の身元引き受け人になっていることをアルディに告げた。 6月11日にルネアルディはニームに向かい、1943年6月13日、6月14日の両日にパリのリディバスティアンを連れ戻すためにリヨンとパリと往復している。6月19日、ジャン・ムーランはロンドンから着いたばかりで彼の公認になるはずのセリュールと会っている。5月に仲間と会議を行った後、何者かによって密告され、 6月21日に、リヨン郊外のカリュイールイコールエイコールキュイールで、ゲシュタポに逮捕された。拷問の末に、ドイツへと移送中の列車中で死亡した。クラウス・バルビーは、ジャン・ムーランを死に至らしめた、拷問の元凶である。後のコールによって国葬が行われた。現在、誰が彼を密告したのか不明であるが、ルネアルディによる、直接的あるいは間接的な関与が最も、 有力な説であり、また、レーモン・オブ・ラックによる情報提供も疑われている。ブルノ・ララ自由フランスのパシーやフランス社会党のピエール・ブロソレットなどと対立することもあり、レジスタンス運動が決して一枚岩ではなかったことが伺える。メッツ駅の死亡届帳簿に1943年7月8日という日付が残されている。ありがとうございます。